長崎放送、長崎放送株式会社、長崎放送は、長崎県と佐賀県を放送対象地域とする、中波放送、AM 放送事業と、長崎県を放送対象地域とするテレビジョン放送事業を行っている、特定地上機関っぱなし事業者である。ラジオ長崎として、創業時より、筆頭株主の丸波、現、 マルハニチロとの関係が深い。長崎県内唯一のラジオ放送、テレビ放送圏への民間放送局。民放としては、九州で福岡の RKB 毎日放送に続いて2番目に開局した老舗の放送局であり、戦後の長崎を60年以上見続けている放送局である。社屋は市役所の近くにあり、長崎駅にも近い。また、 長崎県の NHK を含む放送局の中では、長年企業ロゴデザインが変更されず現在に至る、同県内の放送局の NCC も、NBC に次いで開局からロゴを変更せず、使用している。ラジオのコールサインは、j o u l 長崎1 2 3 3ヘルツで、テレビのコールサインは、j o u l d t v 長崎 14CH。テレビは、JNN 系列で、ラジオは、 JRN、JR NRN 系列のクロスネットである。長崎国際テレビ開局までは、テレビ長崎が、フジテレビ系列と、日本テレビ系列のクロスネット局、後にフジテレビ系列のフルネット局となるであったものの、スポンサー等の関係で、NBC も一部のフジテレビ系と、日本テレビ系の番組を放送し、朝日新聞資本の関係で長崎文化放送。 開局までテレビ朝日系の番組も相当数放送していた。上記のようにテレビは一件一派、ラジオは二件一派という全国的にも特殊な放送体系をとっている。とは言っても2011年7月24日までのアナログテレビ放送において佐賀県内の複数のケーブルテレビ局が RKB 毎日放送と NBC テレビの再送信を実施していた。 デジタル完全移行後の佐賀県では JNN 系列の再送信については RKB 毎日放送に事実上一本化したため長崎県外のケーブルテレビ局による NBC の再送信は行われなくなった中波の民放ラジオ局がない佐賀県向けに一部独自の番組が放送されているラジオ佐賀については子会社の NBC ソシアが業務全般を行っており 現在佐賀に在籍する本社社員は局長ら一部管理職技術責任者電波法令に基づくのみとなっている。NBC ラジオ佐賀の電波は筑後地域まで届いており福岡県の民放ラジオ局の電波が入りにくいところではよく聴取されている。そのため筑後地域向けの広報番組を過去に放送したことがあった。また NBC 本局の中継局が島原にあり、有明海を隔てて、熊本県や鹿児島県の一部地域でも聴取できるため、エリア地域の人口は九州一であると推定されている。長崎という土地柄、原爆、半角に関する報道について敏感である。過去においても、原爆に関するドキュメンタリー番組を数多く制作し発信し続けた。また、 受賞歴も多い。なお、長崎特有のお盆に、精霊船が練り歩く精霊流しの特別番組を組む場合がある。ただし、録画放送で深夜帯に放送。長崎県の民放各社では、長崎くんちの開催期間には、特別中継番組が組まれ、NBC もネット番組を中止して、中継を行う他局に比べて、放送時間は長い。ラジオ番組に関しては、 放送免許そのものは、長崎放送本社が持っているが、2006年に、ラジオ制作部門を、長崎本社は、NBC ラジオ、2010年、NBC コ産さんと統合し、NBC ソシアとなるに、ラジオ佐賀は n、n b c p s から、社名変更した、株式会社 NBC ラジオ佐賀に異常。さらに2013年4月に、NBC ソシアと吸収合併させた上で、 長崎本社とラジオ佐賀のラジオ事業を NBC 組織の一つの部門として運営することになった。テレビ番組の自社制作はアップルを中心としている。番組制作は関連会社に任せておりアップルもその一つである。テレビ番組はプロダクションナップがラジオ番組は2006年に発足した NBC ラジオ社がこれに該当する。 1982年7月23日に発生した長崎大水害においては NBC ラジオは20時15分に第一報を放送した後20時30分より全面的に災害放送へ移行し日本放送オールナイト日本のネットはじめ通常番組を中止して安否情報を流し続けた 北京オリンピック大会初日である2008年8月9日は JNN 系列で北京オリンピック特番北京オリンピック2008を11時から17時30分まで中継していたが当日は長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典の模様を中継する特別番組を毎年編成しているため NBC のみ13時からの飛び乗り放送となった 長崎県は1954年、昭和29年4月1日、ラジオ佐世保、ジョンフ会局により、同一県内に2局のラジオ局が存在する状態となった。その後、一県一派という郵政省の指導により、ラジオ、佐世保会局からわずか半年後の1954年10月に、ラジオ長崎とラジオ佐世保は合併した。ラジオ佐世保は、 長崎放送させぼ放送局となったが、ラジオさせぼのコールサイン、ジョンフはラジオ放送においては、現在も使用している。させぼ市浜田町には、かつて、テレビラジオのスタジオを備えた3階建ての局舎があり、ニュース取材においても、ニュース番組では、させぼ局独自のニュースを放送するコーナーが存在した。また、NBC の親局としても、中継局の設置の手間がかからず、 経費面で、プラスに作用していた。CM においても長崎県、佐世保県の企業のバランスが良かった。しかし、2000年代後半になって、全社的な経営の見直しや、放送設備の老朽化により、佐世保放送局は、佐世保支社に改祖された。浜田町にあった局社は閉鎖され、松浦町のオフィスビルに移転した。局社跡地は他社に売却されたようである。一方、 佐賀に放送局があるのは、以前は佐賀県に民間放送局がなかったためである。佐賀県は福岡や熊本の民間放送局の電波が届くため、あえて民放を設立しなくとも良いと考えられていた。NBC は長崎県と佐賀県が同じ非全国であることに着目して、中継局の設置を申請、NBC ラジオ佐賀の開局となった。 佐賀県内のニュース取材と民間放送教育協会の部門区分は、ラジオは NBC ラジオ佐賀が、テレビは RKB 毎日放送がそれぞれ担当する。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展。長崎新聞社の出資比率は一一一点パーセントと少ないが、長崎放送は長崎新聞社の大株主、73万千株。 10.44%であり、一般的な新聞社、放送局と親子逆転の関係にある。1950年2月27日、鶴川武氏が社団法人、長崎平和放送協会設立を申請した。この頃は、電波散歩が国会審議中だったため、一時保留となった。鶴川武氏は1915年2月4日、 熊本県生まれ、中野高等無線電信学校等で学び、戦前は中国に渡り上海ラジオビーコン局等に勤務、敗線と同時に上海から引き上げた。戦後は長崎に住み、1950年に東方通信機株式会社を設立した。もう一つの流れは、長崎商工会議所を中心としたラジオ長崎のグループである、商工会議所会頭、 脇山寛介、長崎電気機動社長や、事務局長、菅野一郎、浅野金兵衛、長崎高等商業学校教授、現在の長崎大学経済学部が中心となり、地元実業界有力者の十数人が、発起人に名を連ねた。しかし、同年3月11日に、長崎商工会議所が全焼する火災が発生、関係書類が消失したため一時中断となった。その後、 電波三方の民法設立の条件であった、東京二局、立区は一局の方針により、一本化に向け話し合いを開始した。同年10月15日、長崎市の西洋邸、ホテル、銅座町、長崎グランドホテルの前身で、合同発起人会を開き、株式会社長崎平和放送協会を発足させた。代表に、脇山勘介を選び、資本金3、 500万円、出力 3kW 放送局を設立することを決めた。しかし後に NHK 長崎放送局と同じ 500W が望ましいと電波管理委員会からの勧告を受けたが 500W では県内全域をカバーできないとの理由により結局 1kW に減力して申請変更を行った。1951年2月に西岡武次郎 この年六月に、長崎県知事に就任もを、諫早で、免許申請を行う。すぐに、当時の政界有力者の圧線で話し合いを持ち、西岡武次郎は、長崎平和放送協会に統合することを了解し、発起人に加わった。当時、民放設立において新聞社を母体に、資金や人的援助を仰いでタートさせるのが常だったが、長崎の場合は、朝日新聞社、 毎日新聞医者間の考えの違いで具体化せず、経済界を中心とした自主的経営でのスタートとなり、他の民放と比べて苦難の道を歩むことになった。開局に向けて準備を始めるも、極端な資金不足により、資本金が目標額1、250万の半分の500万にも満たず、中部越料と太陽漁業が不足分を建て替えた。 ラジオ長崎が開局したとはいえ、新政治の 500W が影響し、佐世保をはじめ、県北一帯には電波が届かず、佐世保市民は民放の設立を望んでいた。1951年6月2日、佐世保市内の有力者が集まり、ラジオ、佐世保設立発起委員会を結成。中心となったのは、九州時事新聞社。 1968年、長崎新聞社と合併社長であった、辻十三であった。10月19日、ラジオ佐世保の設立総会をレストラン玉屋で開いた。初代社長に、山中達志郎、佐世保庶民信用金庫理事長、その後1955年から1963年まで、佐世保市長が就任。佐世保地区は、ラジオ長崎、ラジオ佐世保の競り願いとなった。 地方民法は一県一局が原則、九州電波管理局が圧戦に乗り出した。最初の話し合いが、雲前で行われ、両者が各自の立場を強調したに止まったが、次第に合併の機運が生まれる。11月28日、九州電波管理局による調停案が提示される。年が明け1954年1月12日、田川勤長崎市長、中田忠正補佐。 予報市長の連名による合併圧線勧告が出された。3月6日、ラジオ長崎、ラジオ佐世保で臨時株主総会を開催し、合併を承認、社名を長崎放送株式会社と決定した。結果的には一旦、ラジオ佐世保に免許が下ろされた上で4月1日に、開局、半年後の10月18日に合併した。長崎放送では、 以下の6冊を発行している2017年1月時点5時を1日の起点とする24時間放送日曜深夜月曜未明1時終了から4時開始までメンテナンスで休止一時期5時で放送を一旦終了して早朝の数十分間程度休止に当てたことがありその際の4時59分から数分間放送された終了アナウンスでもでは皆様 ここでしばらくお休みさせていただきます。とコメントしていた。は、ラジオ佐賀制作。は、ラジオ佐賀制作。ここでは、テレビ長崎、KTN の開局、1969年4月から、長崎文化放送、NCC の開局、1990年4月までの、約20年間のある時にゴールデンプライム枠の編成状況について列挙する。 TBS 系列局としては珍しく、報道関係の番組を除いては、日本テレビ系列、ネットテレビ朝日系列の番組も交えた、実質的なクロスネット編成が取られていた。2011年7月24日、停波時点この他にも、県内に約130の中継局がある、長崎県は、山地、離島等の複雑な地形により、 県内の世帯をカバーするためにも他の都道府県より多くの中継局を設けなければならない事情もある。24時間放送は実施せず、開始、終了の時刻はその時々に応じて変更。2016年秋現在は平日は午前4時、土曜は午前4時25分、日曜は午前4時40分である。編成の関係で変更の場合あり、 EJNBN、九州、沖縄向けの番組として、RKB 毎日放送を漢事者とする、共同制作、及び NBC が制作協力している番組を掲載。その他の番組は RKB 毎日放送番組を参照。ただし、県王、諫早市や島原半島、雲仙市国見町及び、島原市では、TVQ 九州放送が直接受信。 視聴できる世帯が存在している。また、長崎県内のケーブルテレビ各局も、TVQ の区域外再放送も行っている。ほか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 。フリー、専属含む、主に佐賀にて活動中のパーソナリティは NBC ラジオ佐賀参照。 NHK ウィークリーステラ1998年6月19日号、1999年6月25日号の格別冊。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。